いやもう俺はこれはもう速投でいいと思うけどね。速投でしょ。日給40万ってやばい。でも確実に登れるかは分かんない。まあね、それはリスク。ただ生死に関わるんだったら別にリタイアしてもいい。そうだよ、その場合は。うん、もちろんもちろんもちろん。だから知られたら困るもん。それはリタイアした場合は賞金あげるよ。あげる。え、それじゃリスクないですよ。え、じゃあだって信頼無理だって言ったらその体調の部分があるんで、そこは信用するよ。いや本当に緩くなっちゃうんですよ。慎吾さんはそういう子じゃない。限界まで自分を追い込む子だね。ゆるゆるの子だって違うよね。俺があくまで僕の判断。もちろん。僕がただ辛いも死にそうって言ったら、そう辛くないのに辛いって言ってもいいんだよ。そこでリタイアプラス40万。そうだよ。ただ彼の目が黒いうちはそうはさせないで。ゆるくなるな放送。いやダメだよリタイア。ちなみに前日は？前日が仮にいや俺はリタイアしないっすな。あ、かっこいい。あ、じゃあ俺はそんなことできない。そうだよ。いやもう登る気、絶対登るっていう意志があるからね。そう。俺は絶対倒れて登る。絶対登るよこれ。それを聞いて関慎吾さんはなんて言うかな？これ絶対登るって言って。死んでも登るっつって。俺は死んでも登る。うん。これを聞いて関慎吾さんはこういうプライドはないです。あ、ないです。だからマジでこういうプライドはないんです。まあいいやん、それも人間性だから、それもそれで楽しい。それは俺ディスるぞ、めちゃくちゃ。じゃあさ、俺が裏で。いや、自分で逃げ道見っけんだったら見っけてもいいよ、別に。俺はもう40万渡すっていうで終わりだよ。あとはルール、君ら2人が決めれば。俺がさ、全員5万裏で渡してさ、あ、こいつ本当辛そうだなっつって40万。もう言ってる時点で裏じゃないけどね。裏設定ね。俺が全員5万で裏で渡す。俺40万もらえた。5万渡すよ。これ辛いって言うじゃん。これ本当辛いですね、慎吾さんって言うじゃん。でもいやいいけど、もう配信載ってるから、それリタイアしたら5万もらってんだろみたいなならない。大丈夫。そういうエンターテイナーやってるんですよ。ああ、さすが彼ね。さすがだね、エンターテイナー。俺を金で買収しようと。買収しようと。すぐ買収できるから。全員だってノーリスク。なめちゃ困るよね、全員つくん。俺はそんな手には乗らない。それかあれだよ、辛くなったら1万渡して、ペットボトル1個ずつ持たせりゃいいんだから。どういうこと？荷物持たせりゃいいんだから。天才でしょ。雇うんだよ。あなた天才でしょ。あ、1万ね。荷物持てって5万渡したら荷物持てよ、こいつ。症状。それそれも落ちます。世界一のね YouTuber のね人がやってる金額でこう売るんですよ。それと同じことやってる。じゃあそれでやろうね。でもさ、そんな甘えていいの？え、なに？じゃあ俺が重いなと思ったら全員1万渡せば持ってくれる。それは分からない。え、でもそれはいいんでしょ。それいいけど交渉次第だよ。全員さんの心を動かさなきゃダメだよ。俺が登れば40万だよ。実は俺結核だったっていきなり関の演技をしなきゃいけない。関慎吾だけにな。だからあ、だ全員がじゃあ5万渡したらおんぶしてくれるとか。それは交渉次第で。それはいいんだ。もうその40万はどう使うかは関さんの交渉し。そうですよ。登りますか、とりあえずもう。ああ、決まった。で、もうリタイアしてももらえるという。だからそういうのが嫌だね。ただそこら辺のあれは全員さんが文句言うかもしれない。文句言う当たり前じゃん。師匠、そこはマジで廃止した方がいいと思う。面白くなくなります、配信が。確かに。ああ、そっか、じゃあやろう。それ裏やるなら裏であげる。やろう。俺はそうだよ、やっぱつまんないじゃん。リタイアしても40万だ。ごめん、俺が悪かった。ごめん、俺がそこは俺はちょっと悪くできないから。ごめん、俺がこれ民主主義を反映する。そう、そっちの感想しよう。そこはそうしたらいい。慎吾、感想しろ。そりゃそうだよ。民主主義とか言ってるけど、あなた一人がね、金の力で動かしてるだけだよ、俺らの心。何が民主主義じゃ。全然俺らの声なんか、あなたのね、お金の力で動かされないだけだろ。何が民主主義じゃん。また遊ばれてる。全然民主主義ないから。ここ俺が君らを遊んでんのは分かるけど、ごめん、そこら辺はやっぱり。いやでもやっぱりそうじゃないと思う。だからとりあえず天国をグランピングで味わって、その後地獄を味わおうぜ。俺らかなりきついと思うよ。そう、俺も登るんだから。まあ俺も登る。これが俺が登んなかったらただのラジコンのクソ野郎で。確かに。だから俺は一番厳しい御殿場の行くよ。いや俺も不安だもん、俺絶対リタイアしたくないけど。いやでも多分おそらくですけど3人は登れるんですよ。えいや多分登れんのよ3人。だって経験者でしょ。いや俺経験してないよ。いやでも登れるでしょ多分。多分俺登れる自信しかないね。体力には自信あるから。俺多分一番体力自信ないし、俺マジで登れるか分かんない。死んだら面白いじゃんこれで。社長、社長、俺の命40万かよ。俺の命40万かよ。安心して。え、最悪死にそうってなった時にヘリコプター呼べるから50万で。あ、10万。じゃあそれも払って。あ、じゃあ社長が死にそうになったら50万。払うの。それ約束してもらって。50万払ってやるよ。でもゼロになっちゃうよ。じゃあわかりました。じゃあ50万。チャーターしてもらって、それで多分健康診断とかあるじゃん。多分それで本当にこの人はやばかったってなったら40万はどうですか？あ、それはいいんじゃないですか。それはいいんじゃないですか。いやそれは渡せない。あ、それは厳しくだった。厳しくだった。俺は渡せない。リタイア、リタイア。俺はヘリコプターで50万払ってあなたの大切な息子を家まで送りましたって吉江さんに永遠の恩を売ろうかなと思ってるんだよね。吉江さんのためにもね。素晴らしい。そう吉江さん最後の LINE しとくかね、ありがとう。あれが最後のね、挨拶だったんだよ。そんなのいいよ。駆け引きで。もう登るしかないんだよ。登るしかないんだよ。でもこれ本当に登れるかわかんないです。ガチでガチで。マジでやる価値はありますよ。40万だぞ。だからね、すごい感動するらしい。違うんだよ。だからみんな登れるから絶対。だって登ったことあるんだから。俺はマジでわかんない。御殿場は登ったことないでしょ。ないね。俺も不安だよ。でも20万かかってたら。いや全員登れるよ。だってあんだけ塔とかやってるんだから。いや俺は絶対登れる。もう吐いてでも登るよ。20万。分かった。じゃあそれよ、社長カメ俺マジで登ったことないから完走したら吉原連れてってやるよ。え吉原連れて風俗付きだって。ちょっとあんた吉原連れてしかもタイプつけてくれるんですか？巨乳タイプ。めちゃ巨乳巨乳。じゃあ探そう一緒にな。吉原連れてってやる。40万プラスですか？40万プラス。吉原10万円の車で連れてくれるよ。え値段はもう無制限。まあ10万ぐらい。高級。いや10万サーブだよ。10万いったらもう高級っすよマジで。すっきりしよう。巨乳ですか？まあそこら辺はもう店選びはヘブンズネットで検索してくれ。ねマジで優しくしてもらってる。確かに。これはリタイアしても吉原ですか？ちょっと待って俺酔っ払ってるからこれは。あれかね言い過ぎかなこれ。ちょっともうそろそろやめたほうが。そうだね。ちょっとなんか俺逆にこっちのペースに飲み込まれてる気がしてきたな。いや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 。分かった。吉原まではじゃあ約束しよう。これ以上は話でしょ。いやでもいやぶっちゃけた話、俺登れるかそもそも分かんないんですよ。ぶっちゃけ。お前な勝負前にな負けるやつが誰がいるんだってアントニオ猪木が言ってたぞ。なんでこんな弱気なんだよ。出てこなかったやつ。なんで。まだ登る前に負けることを意識してる。勝つことを意識しろよ。40万だぞ。負けてから交渉しろよ。何保険かけてる。2000万とかした時の感覚、あれは勝つと思っていったんでしょ。いやまあじゃあもうオールインでしょ。そうだよ。なんで負けること考えるんだよ。40万だよ。クリックとさクリックと17キロ、険しい道を17キロ歩くの違うでしょ。どう考えても本当 FX 頑張ってほしいな。登ろう。マジ登れるかな。最近稼いでないんじゃないの。まあ確かに10万だよ。パチンコできるぞ。スロットもできる。40万勝つ吉原。みんなで行こう。吉原みんなで行こう。みんなで行って喧嘩になろう。いや喧嘩しようよ。いや彼女がいるからね。LG でそれはセクシーだ。俺の分まで遊んでほしい。登れるかなマジで。これ吉原の前はリタイアした。吉原はねやっぱなしにしよう。これ乗りで40万だけだ。どういうことこの際どういうことだよ。何を言ってるんだよ。ちょっとコロコロ変わっちゃうからもう40万で。そう40万でストップ。ここでストップ。もう何言っても冗談。そう吉原はちょっと俺的にも問題がいろいろ出てきちゃうんで。登れるかな。全付けの20万もパシッ。20万も渡す。40万。すごいよ。ね20と40で交渉してくれ。全付けのぶっちゃけも金額じゃないんですよ。俺本当ガチなこと言うと棚からポタのね。いや全付けない。棚からポタ？ポタ持ち。確かに。もともとは前日にはくれないって話だったのがこのやり取りで。そうだよ。鼻からボタン持ちや。もう俺は登ることしか考えてない。もう最低60万マイナスだから。そうだよ。かつ2年前350万ももらってるから。確かに400万目指すぞ。400万目指すぞ。これあれだよ、今日だけど俺400万ぐらいのマイナスだよ。マジもったいないです。マジっすか。で山小屋分けて泊まれば絶対登れます。6号宿にして8号で宿にして、で頂上にも宿があるんですよ。別にそれ何日ぐらいかかる？俺は2泊3日ぐらいかかりましたけど。俺でももう行っちゃうよ。弾丸で行く？いや弾丸じゃないですけど、俺1泊はする。これ1泊はした方がいいですよ。で日の出見た方がいいです。日の出見たい。頂上で泊まった方がいいです。富士宮だからその予定ですよ。楽しむために行くんだったら何？結局みんなで同じとこってこと？いや別に同じじゃなくて、俺は一番厳しいとこ行きたい。だから俺もだって20万もらう。じゃあ俺一人で一番。まあ吉田でもいいよ。自分で緩いとこ？いやいや、なんでさ逃げ道を逃げばっかだよ。違う、俺本当登れないもん。攻めようよ。自転車だろうよ。本当登れないもん。登れないって。おてんばじゃない。40万で40万もらえるんだよ。いやでも俺多分登れないと思う。なんでこいつ弱気なの？もうぶっちゃけ全員面倒見てやってよ。ぶっちゃけ金額ってより登れないと思うマジで。相手のそのなんでこんなに下手なの？あれだよ、初めてで関さん登れないねっていうのに御殿場登った。これはね相手も感動すると。飛ばねえけど。いやもう飛ばなくても40万くるからさ。それはもうあれなんだけど。ノーリス結構いいよ。プラスして。御殿場行こうよもう。行きなよ。御殿場行って伝説作ろうよ。だって分かんないけど、俺マジで初心者なんですよ。しかも全然運動してない。初心者だよ。俺も初心者だよ。運動してるけど。もうその時点で違うじゃん。だってそれでがその一番難しいこといけるもんなんですか？分かんないけどいけたやついるの？いや俺ははるちゃんでも俺運動してないからね。一番その難しいコースを行った。2泊3日だけ。5回で登ってんだよ。その簡単なところから行かなくて。あ、簡単なとこなんて吉田口とかはその前去年のは行ったけど。その運動何もせず1年間でその1回だけの運動で富士山登った。一番難しいその何とかで気持ちだよ。気持ちだよ。マジで気持ち。登る前に負けてたら負けんだよ。登る前から雨降ってたしね。人生もそうじゃん。マジ気持ちいい。弱気すぎる。常に勝ってる。俺かっこいいと思っていかないとさダメだよ。いけるかな。マジでいけるかな。気持ちだよ。気合と根性であんなもんきっと。でもし慎吾さんが断ったら全幅20万なしなの。そうだよ。全中60万だよ。やべえ。上乗せされる。よっしゃー。ダメラップするの。60万は君らに2人渡すつもりだから。俺が登ったら60万になるんだ。富士山登りながら殴り合うんだよお前ら。いやこれ悔しいで60万取られちゃう。登れよ。登るな。もう登るな。どうするの？電車60万で合流してる時配信で見て60万ハンカチの角をキーってやって俺も登ったけよかったっつって。どうしたらいいんだ。登るな。どうしたらいいんだ。そんなの登るな。それが1個の選択肢だ。もう1個の選択肢は40万もらって20万。俺は40万合流してるぜってこいつのちょっと悔しがらせるか。どっちがいい？やばいよ。60その選択は君次第だ。だから社長はそのお金は自分で持ってた方がいいかもしれないです。20万40万を頂上で渡すのが感動的です。じゃあそうしよう。じゃあ俺頂上でアピール40万20万ってやったー。もうその録画が領収書になって俺それを税務署に渡すからな。富士山頂上で40万やったやって言うやついないの？ドン引きだよお前。ドン引きだよ。ドン引きだよ。やっぱ感動してるやつらは何言ってんだこいつは。こいつだ。景色を見ないで。景色を見ないで金を見るっていう。お金大好き。待ってすんごは吉田がいいと思うよマジ。ダメだって吉田なんて40万ね。吉田仮にリタイアするってどうなるんですか？だからゼロだ。そうじゃなくて救助に来てくれるみたいな。なんかねリタイアってどういうリタイアなのかな。もう行くのがしんどいって心が折れるリタイアなのか。高山病だったら死にそうだったら危ない。高山病ぐらいでヘリコプターの呼ぶようになってくれ。車が来るでショベルカーみたいな。車が来る。なんかもう骨折でどうもできなくてヘリコプターしかないってなったら俺出すけど、高山病とかでなんか甘えたので、降りればなんかもうすぐ甘えたのでヘリコプターとかだったら出さねえよ。すぐ降りたら治るから。なるほど。じゃあヘリコプターは複雑骨折からです。無理だけはしないで終わらない。そう。それでもなんかそのなんか来てくれるんだね、そういうちっちゃいとかね。来てくれるのかな、分かんない。車まあ本当にしんどいって山の人から判断したら行くんじゃない。それはどうやってそのレスキューで連絡電話とか。なんでそういう選択肢考えるかな。本当に全てねマイナス。俺本当に運動してないんですよ。全てマイナス。本当に運動してないんですよ。本当にヘタレです。若いんだからいけるかな。本当に弱気というかヘタレです。絶対いけるよ。気持ちもう勝つことしか考えんのやめよう。心配性だね。心配性保険かけちゃダメだよ人生。いけるかな。できない保険かけちゃダメ。とりあえずなんだぞ。降りるホールドする勇気はないでしょ。え、要するにもうやめるっていうのは絶対ないでしょ。ないよ。だって一番パルちゃんがハンデあるよ。160キロで。思ったよ。俺もらわないんだぜ。すげえぜ。富士宮コースだけど。一番あれだよ、勝つ気でいるよ。163ね。逃げ道。俺はリスナーさんからもらえると思って登るから。一言も逃げる。これが一番感動するパターンだよ。一番正しいよ。お前ら二人が一番汚いよ。俺たち汚いね。そうさせれてるのあなたやないか。そうさせてるのあなたやないか。そうさせてるのあなたやろ。まあごめんね、誘導しちゃったけどね。マジか。登るか。いや登るかって登らない選択肢あんの逆に。登らなかった。俺60万もらえんだよ。そうだよ。60万を渡す。あとは好きにしてくれ。だから登んなかったら俺60万だよ。いいの。一旦これ40万は社長に返して、社長が頂上で渡すの。俺これ頂上持ってかなきゃいけないの。めんどくせえな。でも俺のナプスだけなんでよく入れてください。俺落としたったらシャレにならないから。頂上で隠しときゃいいんですよ。なるほど。じゃあ頂上のどこにどっかに。それ取られる。それ取られる。ダメ。それはダメ。私らです。それは分かんない。そしたらリスナーさんもチャンスあるぞ。いやちょそういうのいい。ヒントだけを渡して頂上の。そういうのめんどくさいね。なんだったらば配信も見てない登山者が総取りするかもしれないよ。なんか富士山1万円が落ちてんな。すげえ探してるやついっぱいな。ニュースになるかもしれないよ。ダメ。登りますか。いや登りますかってなんでこんな迷ってんの。迷う必要ないよ。即答だよね。まあしょうがないよな。いやなんでこんな自信があるかないかの違い。自信とか出さなきゃダメだよ。いや登ったことあるからそれ自信あるでしょ。いや俺もないよ自信。俺も自信ないよ。でもちゃんとお薬を持ってきたんでマハリ。持ってるロキソニン。ロキソニンはあるから。あるんですか。なるほど。ロキソニン12カプセル1錠の持ってるから半分あげるよ。頭ガンガンしてたもんね。いやもうね一回俺死にかけたんだ。パルちゃんと一緒に登った時高山病で。もう頭ガンガンして。全員つくんってうるせえって怒られてるから。怒ってない。なんでそんなこと。でも最後ホテルをこれを何回か取れば登れる。距離を設定して。マジっすか。6合目小屋があってで6合目泊まって8合目泊まってで頂上に泊まれば楽。行くか。じゃあ一気に登らない方がいいね。行っちゃいますか。何回か泊まればいい。行っちゃうよ。行っちゃおうよって行くしかないでしょ。でもね、なんか帰ってきたらなんか人生観変わるかも。マジで終わった後サウナやったことあります。ないっす。じゃあセックスより気持ちいいです。終わった後。それはないよ。いやそれはないよ。いや達成感だよ。それは嘘だよ。俺その達成感は味わいたい。頑張れ。そうそう。心が優しくなる。マジで気持ちいい。俺応援いらないけど達成感がやっぱスポーツやってると達成感がね、うわーっていうのあれが最高や。自信につながるよ。気持ちいい。ちなみに俺モバイルバッテリー1個しか持ってきてないから。早い。いいじゃんかよ。早いわ。それは社長が買ってくれるんですか。なんで甘いんだよ。30万から40万の中で買い物30円くらいぐらいしか。じゃあだからそれは失敗したらだって40万くれないでしょ。それはいいか。買った分は払う。わかりました。それはさすがだ。ハイアンドローだよ。ハイローオーストラリアで。リスクしかないしちゃう。俺はリスクしかないよ。これ用意冷めたら後悔するよ。いや後悔しないよ。言ったことは後悔。ちょっと整理します。じゃあ俺はとりあえず40万もらえるんですよ。登り切ったら。もう絶対